が最初にあの熊野にやってきた場所は新宮という町でして、新宮の町、新宮は熊野で最大の都市なんですね。人口3万ちょっと小さい町なんですけども、熊野の中では最大の町で、海に面した町で、こうなんて言いますか、住んでる人の気分がラテン系というか、こうノリがいいんですよね。あんたみたい。心よく何も知らない風来坊の私を受け入れてくださいまして、カバンの中に入ってたものといえば、寝袋と鍋とご飯炊く飯盒と、あと何やったかな、着替えぐらいかな。で何も持ってないんで、アパートを借りたんですけども、大家さんが見るに見かねて、こたつと布団を貸してくださいました。それで、電化製品買わなあかんって街ブラブラ歩いてて、電気屋さんの前通ってましたら、中古の電化製品が積まれてありまして、それじーっと見てましたら、あんた欲しいのとか言って、持っていていいよとか言って、そんな風に生活が始まって、本当によくしていただいて、よかったんです。でも、ずっとこう、一人で暮らしてたんですね、3年、4年、5年と。一人暮らしがすごくこう出前で誰や一人暮らしが寂しくて、自然食のレストラン行きつけ通ってたレストランがありまして、そこのママさんがちょっと変わった方で、東京からやってこられた方なんですけど、もう誰でもいいから紹介してとか言って、あんたほんまに誰でもええのとか言って、ええよ、えて、もう上は15歳、上、下は15歳、下 OK よ。あんた本当に誰でもええの、ええよ、えて。ほんで、で、紹介してもらったんですわ。東京から田舎に帰る人がおるって。それが、さっきおった、受付におった、その歌を歌います。押しかけられてよかったって言うと、先ほどの1曲目はこの町にやってきたっていうと、2曲目は押しかけられてよかった、でも本当は押しかけられて困ったっていうのが本当の、固くなな心溶けてゆくよ。